皆さん、第一茶、赤山同士と申します。好きの、パートを忘れました。つか、もう、ため撮りしてるんで、もうわかんないんですけど、結構、後半ですよね。さあ、ドキドキしてます。誰だ？いけるの？いったー！特に何もなかった。結局ここは何を隠されていたんだろうね。さあ、屋上行こう。じゃじゃん。なんでこういうことを聞く？ え、ちょっと待って。いや、一回行って、その後探索しよう。っていうか、前回のバイッチャーがすごいテンション下がってたな。先生かな？考えられるのは。太郎？ちゃん付けは、え、すみれちゃんと、いや、でも、太郎っぽいな。知ってんねんな、好きやねんな。誰？あなたが何？わあ、太郎くんか。嘘。いや。いや、まあまあ、考えられる、考えられる。そうだ、そうだ。探偵になれるんじゃないかと。いやー、経験ですよ。2、3回死ねば、ここまでいける。怖い、かっこいい。怖え。何このチェーン。うわあ、ヤンデレ。何ここの大学はヤンデレを、ヤンデレ枠があるのかい。もう、神 BGM。そうか。かっこいい。ああ、吊り橋効果か。これはね、殺人犯に慕ってあげようとしていた人と付き合いたくはない。わお。やらないものみたいに言うな。わあ わあ これは、ミカドがダメなような気が。
まあまあ太郎も太郎であれやねんけど、どういうこと？何？防弾ジョッキ？あなた、あ、え、ちょっと待って。いや、わか、うん、予想はできた。だからシューマイやろ。でもなんで守っ、え、死んでるから大丈夫ってこと？動画撮ったの？あ、やっぱりか。うん、なんか動画がありそう。え？どういうこと？うん。え、これそれでもいいの？え？いや、まあ、うん。聞いたって。あ、そうか、聞いた。まあ、まあ、まあ、そうか。誰や、私も。やっぱりか、耳か。ギャルだった耳をアイドルにした。あー、これ押していけるな。まあこれやろ。これは無理やろ。これはいける。これもいける。これは多分無理やろ。まあまあまあ気持ちはわからんでもない。うん、俺も実際にあるからね。近いくん、あの殺人はしないよ当然。友達でダメですかって言われた時に、うん、そしたらまた好きになるから嫌ですって言って、いやどっか全部消したな。あ、いや、どっちだ？どっちの今の鼓動だ？
止まった？お、普通の顔に戻った。あと一人か。うん、一人か。一人か。あっさり言うんだね。あっさり言うんだね。え、でもどうすんの？まあ確かに。うん、遊びじゃないってことは分かってる。どうすんの？ジロルさん、なんでボコボコにされてんの？ロリ女。人が頑張ったよ。まあ強いわな。シュール。なんなんこの絵、かっこいい。なんか漫画のシーンや。チロルは喧嘩とかそんな話はないよね。いいな、俺もなあんなこと言ってみたかったな。おお、さあ、おそらく後編かな。後編かな。じゃあ後編に行きましょうか。